皆さん、こんにちは。キャンディーズはなぜ伝説になったのでしょうか。メンバーだった田中佳子さんが亡くなって12年経ちましたが、変わらぬカリスマ性を保ち続けている理由を探ってみたいと思います。元キャンディーズのメンバーで女優の田中佳子さんが2011年4月に乳がんで亡くなってから12年が経ちました。東京青山葬儀所で行われた葬儀告別式を当日の NHK ニュース7は準トップ2番手で報じていました。政治や経済の出来事を最優先する NHK の看板ニュースが芸能人の葬儀告別式を準トップで報じるのは極めて異例のことで、田中佳子さんの存在の大きさが示されました。ニュースで流れた田中佳子さんの肉声を覚えている人は多いはずです。死の約1ヶ月前に録音され、葬儀告別式で公開されました。1973年にキャンディーズでデビューして以来、本当に長い間お世話になりました。幸せな人生でした。心の底から感謝していますという音声が流れました。会場にいた元メンバーの女優伊藤蘭さんと藤村美希さんは涙を懸命にこらえながら聞いていたのが印象的です。特に蘭さん、美希さん、ありがとう、二人が大好きでした。この言葉に対し伊藤蘭さんはこんな弔辞を読んでいます。美希さんと私にとっていつまでも特別な存在のスーさん、ありがとう、ずっとずっと愛しています。やはり弔辞を読んだ藤村美希さんはこう言いました。本当にキャンディーズは楽しかった。本当に私たちはスーさんに出会えて幸せでした。私たちは永遠にキャンディーズだからね。3人の結束の固さと友情を改めて見せつけられて気がします。1978年に解散しながら伝説のアイドルグループとして語り継がれている一番の理由はこれではないでしょうか。グループの仲の良さはファンや視聴者にとって魅力に他ならないのです。グループがプライベートでも全員仲良しというケースはまず聞かないでしょう。普通の職場も揃って仲がいいという例はほとんどないと思われます。これは仕方がないことと言えます。ところがキャンディーズは違ったのです。伊藤蘭さんも藤村美希さんも田中佳子さんの死を看取りました。田中佳子さんが危篤状態に陥り、それを夫で実業家の小舘和義さんが身内だからと二人に知らせると、揃って病院に駆けつけました。その後田中佳子さんが旅立つまで約7時間にわたって声をかけ続けました。田中佳子さんの生前は伊藤蘭さんの家などに3人が定期的に集まりおしゃべりに興じていました。それを伊藤蘭さんの夫である水谷豊さんは笑顔で眺めていたといいます。水谷豊さんにとっても幸福な時間だったようです。3人は隠し事のない仲だったというから親しさは本物です。田中佳子さんは伊藤蘭さんに乳がんであることも亡くなる3年前の2008年の段階で打ち明けていました。心配のあまり凍りついた伊藤蘭さんに対し、田中佳子さんは頼りになるお医者様がついているから大丈夫と微笑んだと言います。仲が良いのは芸能界入りした直後からでした。3人はデビュー前には大手芸能事務所渡辺プロダクション系のスター予備軍スクールメイツに所属していましたが、その時点ですでに意気投合していたそうです。同じ夢を持つ親友同士のような関係だったといいます。1973年、田中佳子さんがメインボーカルで「あなたに夢中」でデビューした後もそれは変わらなかったといいます。グループに激変期が訪れても関係は変わらずでした。危うい土曜日、3枚目のシングル1974年などスマッシュヒットは出ていたものの、伸び悩んでいたためメインボーカルが伊藤蘭さんに変わることになったのです。今で言うとセンターの交代で大事だが、これに田中佳子さんは一切不満を漏らさなかったといいます。伊藤蘭さんがメインボーカルになった5枚目のシングル年下の男の子1975年は初めてオリコンの週間チャートでベスト10入り、堂々の8位でした。田中佳子さんも藤村美希さんも大喜びでした。このヒットによって NHK の紅白歌合戦への初出場も果たしました。以来3人はトップアイドルであり続けたのです。キャンディーズの魅力は歌のうまさにあると言います。3人は今のアイドルでは珍しいコーラスグループ
です。現在のグループアイドルの歌唱法は大半がユニゾンです。どちらにも良さはありますが、キャンディーズのコーラスは絶品と評判でした。美しかったのです。スクールメイツで正しい歌唱法を習得していた上、仲が良かったので息があったのだと思われます。コーラスで歌うのは簡単ではない曲、哀愁のシンフォニー、12枚目のシングル1976年やアンドゥトロは15枚目1977年なども難なくこなしました。一度も再結成しなかったことも伝説家の理由に違いないでしょう。解散後、それぞれのソロ活動がうまくいかないことなどを背景に再結成したグループは数えきれません。その点、キャンディーズは普通の女の子に戻りたい。1977年、伊藤という言葉こそ後に保護にしましたが、再結成は噂すらありませんでした。そもそも伊藤蘭さんの言葉の真意も、アイドルから降りたいということだったのではないでしょうか。漏れ伝わってくる仲睦まじい様子の情報は時折入ってきましたが、再結成するらしいというような情報は皆無でした。ファンは再結成を望んでいなかったかというと、そうでもなかったようですが、かといって絶対にという雰囲気でもなく、再発されるベストアルバムなどを購入してはある意味満足していたのでしょう。山口百恵さんがまだカリスマ性を持つ背景にも復帰しなかったことが一因としてあるはずです。絶頂期の1980年に引退すると、以降はカムバックの気配は全くありませんでした。1970年代のアイドル界を牽引した山口百恵さんとキャンディーズは相似性を感じさせます。ファンの心理は複雑でしょう。解散や引退は寂しく、戻ってきてほしいとは思うでしょうが、いざ本当に帰ってくると興ざめする一面があります。戻ってくるかもしれない、再結成するかもしれないという淡い期待を抱いている時がかえって楽しいのかもしれません。藤村美樹さんは1983年に一時的に歌手に復帰しましたが、ほどなく音楽制作会社の代表と結婚し引退しました。長女はやはり女優で、劇団青年座に所属するお耳のりさんです。母たち3人は本当に仲が良く、3人ともキャンディーズが大好きでした。母が大切にしている思い出をファンの皆さんも記憶に留めてくれているということは素敵なことだと思っていますと娘さんは述べています。3人にとってキャンディーズは紛れもなく青春そのものだったのです。そんな藤村美樹さんは現在何をしているのでしょうか。調べてみると現在は専業主婦をされているようです。またこの他にも藤村美樹さんは現在とある場所で目撃をされていると報道されています。都内の教会で目撃がされているようです。何でも藤村美樹さんはカトリック系の家系に生まれたのだそうです。そのため現在も信仰を続けており、都内の教会へ出向き定期的に勉強会などに参加されているそうです。また藤村美樹さんの娘さんも同じくクリスチャンとのことで、親子揃って参加されているのだと言われています。見た目はかなり藤村美樹さんに似て美人なのだそうです。藤村美樹さんの娘さんお耳のりさんは1984年5月30日生まれ、東京都の出身です。お耳のりさんは日本を代表する劇団の一つである劇団青年座の劇団員として活躍されています。ご自身のことは青年座のベッキーと SNS で記載をされていることからも明らかですが、元気な女優さんです。藤村美樹さんはキャンディーズの解散以降しばらくの間は活動を休止していましたが、ただ一度だけ復帰をしたことがあります。その当時は夢恋人という曲をリリースするなど本格的に芸能活動開始かと思われた矢先、活動復帰からすぐに実業家の尾身義和さんと結婚をされています。その結婚をきっかけに藤村美樹さんは芸能界を引退し、それ以降は芸能活動を復活させていません。いかがだったでしょうか。今回はキャンディーズの新規性と藤村美樹さんの現在の様子について見てきました。藤村美樹さんはキリスト教を信仰されており、娘さんと教会に訪れているのが目撃されています。一般人として過ごし専業主婦をしているとのことです。
また教会では周りの方とも仲が良いようで、プライベートも家庭もかなり充実しているのではないでしょうか。ある記者が藤村美希さんにご自身の復帰は?と尋ねました。あはは、私はしないですよ。プライベートが充実していることが、こんな言葉からも伺えました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。